こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はアップルデニッシュ行ってみようかと思います。こちらの方はね、なんと300キロカロリー切り、299キロカロリーということで、前回お話したパイナップルデニッシュと同様、カロリー控えめですね。安心して召し上がります。この 0.5 ポイントこれをね、ちょっと取っておいて、あとね、木村屋さんのパンのね、お皿いただこうかと思います。じゃあ、いただきます。このクロワッサンのパン生地、やば、これね、お店で新鮮なうち、出来たて、配送並べたてのうちに食べた方がいいですね。パンがね、ホクホク、パラパラっとほぐれるような感じで口の中全体に広がっていきますね。で、このアップルね、あ、パン自体が美味しい。これは、パン生地がね、とってもきめ細かいですね。で、独特の甘みがあるというか、すいません、もう言葉が出ないですね。ただ黙って食べてますんで、たまには黙って食べてるところをご覧ください。やっぱクロワッサン生地なんで、食べながらポロ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 落ちますね。舌に落ちないようにお気をつけくださいね。アリちゃんが来ますか。いただきました。アップルデニッシュ完食です。